今日回線良さげ。お、いいね。今日なんかマックスだ、回線。よし、行きましょう。来たもん、これは完全に。バリさん来たか。あ、4本。バリさん、バリオン、バリオン。バリオン。バリオン来た。もうバリさんがもう通じるのかどうかっていう恐怖。世代がな、バリさんって言うと。リアルに鏡の大名曲の時も言ったけど、あの、俺の周りバリさんって言葉なかった。うん、あの、そもそもね。そう。バリさん、そうか、なかったか。まさかの、ね、境界線が。前回何使ったか忘れちゃったんだよな、もう。もう忘れちゃった。忘れちゃった。ヨッシーだった気がする。ヨッシーだったような、デイジーだったような、みたいな感じ。お、なんか珍しい。インさんがヨッシー。え、じゃあ。ほんと、インさん。じゃあ、使ってやるか。おちょっと来た、やっと来た。解禁ですね。やっと、解禁さ。おお、覚えてろよって言ってたか。ああ、確かにな。覚えてた形っす。ああ、確かに。覚えてたんで。うん、覚えてたんでって。覚えてました。そこそこの煽りなんだよな。さあ、ということで、今回はドキドキ洞窟、行きましょう。すごい、難しさが良すぎる。難しさ3。いや、いいな、バッタンとどうすんの。いいな。大丈夫といいな。最強コンビや。はい、毎度。はい、毎度。毎度なんだよな。言ってくるかな。今作でも、かましてほしいっすね。毎度を見るために。やめとくのって。ドキドキ洞窟。ドキドキしてきた。ドキドキ、やばい、マジで。動機が、マジで。動機がもう。動機が。大丈夫かな、ま、階段を登ったかのよう。エレベーター故障してたんやろな。てか、噂のドキドキ洞窟って、噂になってるの。噂ですよ。噂になってる。あのドキドキ洞窟。あれか。あれか。あのね、インスタでバズってたやつね。あー。はい。うわっ。はい。もうなんか、一番だ。え、待って、初めて、初めてじゃね俺の一番。え、そうだっけ、あれあったっけ、何回か。結構あったと思う。このシリーズになって結構あった気がする。そうか、俺なんかもう4番目のイメージしか。それ多分1だけだと思う。あれはでもなんか率すごかったっすけど。うん。あ、寝てるね。めっちゃ寝てるんだけど。寝とる。なんだそこは。こんなところに。いや、左側渡んなきゃいけねえんだな、多分な。はい。お、初い。あ、開幕。確かに、細長えな。顎収まってないもんね、もう。画角に。うわー、どうしよっかな、これ。悩ましいっすね。ハプニングスター。あー。あ、これ左行けるんじゃない？キャリキャリキャリ。そうやって行けばいいのか。あ、なるほどね。そういう感じか。あとはもうぐるぐるすればいいんじゃないだって。あ、でもそれで上行っちゃうのか。上行っちゃうんだ。あー、で多分ドッスンが左に行っちゃったから、もう左から戻すしかないのかな、トロッコは。なるほど、そういう感じか。お、アテナ行ける。あー、行ける。お、もう一回踏んでみるか。マリオンとか行くか。もう一回、まあ、トロッコ左から来るんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど。あー、次はね。そうそうそう、ドッスンが移動したから、あっちに行ったから。で、こっちになんかピンク色の場所が、なんかそこに行くのかなって勝手に思ってる。なるほど。なるほど。だとすると、あんまり旨味が、ないような。あ、てか、あれだ、ハテナ踏むか、キーマン使うしかないんだ、もう。移動するの。あ、結構えぐいな、それ。道つながってないもんだって。ほんとだ。ほんとだ。なかなかキーマンでしかつながってない。大変だ。底辺だ、底辺だ。底辺だ。キーマンがじゃあ結構大事になってくる感じ。なんかやってんだけど、この3人組。コックリさんかなんか。ゲームの中で遊んでる。そうだ、ゲームの中でマリオパーティーやってんだ。お、ハテナ行くか。ぐるっと回ってみる。ハテ。ああ、なるほど。やっぱそっちから。やっぱそういう感じになるんだ。これでもう一回ハテナ踏んだら。戻いけるっていう。なるほど。なるほどね。まあ、あとは直接ドッスンを行くってこと。あー、なるほどなるほど。うぬぬ。
左右の移動手段がないんだな、全然。ああ、結構じゃあ息苦しいな。そりゃ難しさ3だな。お、いい。お、行きました。うわ、15コイン。ありがとうございます。なんかマリパ1を思い出すかのような。おめえ。ありがとうございます。お、マリオさんすっごいもう。喜んで。いや、もう、ヨッシーもなんか、過呼吸起きそうだもん、なんか。うるせえマリオ。あの声いいよな、サイコパス。いいよな。あ、待って、あ、花ちゃんじゃない。あ、違う。キノピオさんだね。本当だ。キノピオさんだ。え、この、このキノピオいいな。あ、ハンガーなんか凛々しいな。これいいな、このキノピオいいな。リアクそうな。ハートもいいな。右上もなかなかスリザリンの顔してる。確かに。よく見たらすげえ顔してる。あ、しかも30ポイントなんだ。へえ、難しい。3個しかないんだ。あ、逆にね。えい。えい。で、口が、あ、なるほど。あ、1点。えい。えい。1点。えい。来た、来たね。来たね。え、マジで。はい。あー、惜しい。かわい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 い。まっすぐ長い。最後、運ゲっすよね、さすがに。最後は勘ですね。うん。いや、いいなぁ。一度もバリエーション違うのいいね。あの、下っ端感すごい、なんか。ちょっと、なんか、小ずるい感じがそう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 。いいなぁ。おい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 。スネオポジだなぁ。1。ワイだ。ワルイーズ。ワルイーズ。ここ密集してんな。密集してる。お金がないだ。オフセよ。2回目のオフセよ。すごい、もうゼロコインになるまでオフセするってもう善意の塊。すごい。成人ですよ。俺はこの状態を行くかどうか。左側来るなら、ね、ハテナを踏む。そっか、じゃあ俺も一回やってみようかな。みんなハテナ踏むな。踏みたがりっす。ドッスンに働かせましょう。働かせましょう。ドッスン乗ってんだけなんだよな。そっか。あんま働いてなかった。どっちかっていうとトロッコ引いてる人がきっと頑張ってる。どっちか。重いだろうしな。どうしようかな。9、なんかでっかい出ちゃったな。このまま1、2、3、4、5、6。でいくと、逆にうちのハプニング行くかだよね。あ、そっか。でもこれ多分ドッスン向こうにいるから、多分ここに戻ってくるだけなんだよな。ああ、左の方から。それとそんなにうまみはないから、1、2、3、4、5、6。あ、ここのハテナ踏んでみるのありか。そうそう。このバッツさんの前の。多分違うんだよね、きっとね。こいつが寝転ぶんじゃないかなって思うんだけど。ああ、やっぱそうだ、そうだ、そうだ。寝返り打った。寝返りを打ちました。寝返り打ちました。いいね、いいよ。うつ伏せはちょっと気をつけた方がいい。寝るときちょっと危ないですね。そう、危ない。窒息しちゃうから。そうそうそう。あ、これか。滑るよ。なんか、マリオさん、あの画面でいつもケツ食らってんだよな。ルール説明の画面で。あ、ちょっと待って、急、上から降ってくるなし。それなし。なし。怖い。狭い。これ増えてきますよ、ね。増えていくね。あ、お、待って、これ踏んじゃうとダメなやつ、踏んじゃうとダメなやつ、踏んじゃうとダメなやつだって。だ着地させて、私を着地させて。危ね。え、それ無理だろ。あ、まあ、まずい。もうなんか奇跡的に。へ。生き残れ。生き残れ。よっしゃー。いい調整。ああ、よかった。やったぜ。いや、真上から降ってきたとき、ちょっと諦めてコントローラー置きかけた。マジ、リリースポイント大事っすよね、降ってくるとき。本当にあれよくない。スポーツが。しかないかな。はい、2。お、惜しい。ちょうど合間に。あ、いたね、あれ。オセロだったらキノピオになれる。これだと。これをまた、だったら寝返りさすかどうかっていう。寝返り。赤がこっちのハテナ。あ、上に行くと、うん、まあ上行ってぐるっと回ると、あ、そっか、まあアイテムショップあるっちゃあるがっていう感じなんですよね。ちょっと窒息死はかわいそうです。あ、そうですね、やっぱね、寝返りで、そうっすね、呼吸しやすいように。
もう保護者我々保護者だからね。なんだろう。ほら、こっち。もう今のところ可能性一番あるのイニさん、あライラさんが、ね、まあ一番進んでるけど。あー、キーメン。キーメン悪くはないんだよな、このステージにおいては、ね、このマップだと持っておいていいような一応保険で1個持っといても5コインだしいいんじゃねっていう、あ、手前か、あ、でも乗ったら戻っちゃうんじゃないあれしまった、お、横になったままで失礼、あ、ちゃんと礼儀正しい、あ、礼儀正しい、私がバッタンキングだ、もしキーマン、ああそうなんだ、キーマンここでも使うの、使えるのか、じゃあ結構いるな、キーマンがあればって、テコの原理でうんってやるのかな下にねじ込んでこう、キーマンねじ込んで、この世界だとやっぱキーマンの価値が結構高いんだろう、クッパそう、クッパそう、あーあー、クッパ絶妙だな、なんか、あー、てどれ行っても結構いい、いやもうあえて今お金あるからやっちゃうかっていう、それもありっすよ、確かに、ワンチャン行くわ、バンクの来いや、お、横通りからの逆さまからの逆さまちょっと割に合わねえなだ、あーし、いやちょっと下行くとねお金取られちゃうから、なかなか難しいとこ、お布施がね、お布施怖いから、うん、いやちょっと微妙だったな、あ、ね、これ苦手だ、アイスブロー苦手や、コーナーが インコースが結構きつんの、そうそうそう、これね、あ、そっか、水落とし、地元走りしないとちょっと本物の水落としだったら私できるんだけどなガチのやつ、あー、マジか、しまった、終わった、ごめんなさい、寒いよ、まだ季節にはいい感じで、夏だから、あ、やべ、最近異様に暑いから、これ戻る時のあれも考えなきゃいけない、だしだし、痛いよこれ超苦手だ、これマジで苦手、ほんとやべ、あ、早い、あ、上手すぎる、早すぎる、私が沈んでる間に凍ってるもんな、2人ぐらい画面にいないんだけど、気になってる、俺2人ぐらい画面にいない、マリオさん氷の上で寝転ぶし、もうなんてこったい、冷たくて気持ちがいいって、あ、今の時期いい、ね、夏だからな、お、秋のピーヨ、どうしよっかな、これ悩ましいね、まあいつものいつものパターンね、あ、かマリオさん携帯死ぬほど持ってるんだよな何台持ちしてるんだ、そうそうそう、だからたまになんか5、6台持ってる人いるよ確かにトレーダーかなってトレーダーなかなか商売人の匂い、オラオラ、キーマンないとダメなんだっけ、キーマンがあると寝返りを打ってくれるっていう寝返り、よくわかんないな理由が全然わからないけど謎、そっかしか言えないあ、でももうそうなんって、あ、上にもある、上はバンクがあって、そうだね、右に、ただスターは下じゃなかったっけ、スターはそうですね、右って下っすね、あー、うん、あれどこでしょ、こっちか、あ、そう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 、いやそこの前にさ、ギャンブルとテレさんのなんかやだな、すげえまあ、あれこれ線路の方から行くと下に行けんのか、多分行ける。多分下じゃないかな。そうっすね。線路は多分渡れないんで。お、アイテム。とりあえず。あ、来た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 、やべえ、これはもう、一級しようよ。一級やろっか。ノルマ達成。やろっか。やろっか。ノルマ達成しました。これもう、むずいんだよな、これ。キーメン当てるぞ、いけー、カットばせー、よっしヨシザウルスムンチャクティムンチャクパス、くそあー、惜しいくそ、むずい、いや
ナイファイ、ナイファイ。ナイファイ、ナイファイ。見逃し三振よりいいから、やっぱ振るのが大事だから。振るの、そうですよ。気持ち的に、やっぱ。そうそうそう、気持ち的にね。どうしようかな、これな。戻ってもな、戻ってもな、なんだけど。難しいとこっすね。まあ、まだそんな、そんないいかな。お。あ、持ったね。お。おー、赤で揃う。赤で揃った。なんて。あ、出た。早押しクイズ。クイズだ。ピンポン。これか。一文字目出たくらいかな。一文字目。いや、マジで、そのぐらいやんないと。すぐる。もなかなか大変だ。あ、やりよった、ほんとに。ミニゲ。いけ。あ、違った。うえー。マリオさん、勘に任せたな。いや、わかんない。自己ベでしょ、これ。自己ベだね。B。どうすんの？おぉ、さすが。なんとなくなんで。うええ、バトルロ。バトルロ？あの、北野監督の。合ってるんだ。なんでみんなそこ当たるんだよ。今やりたかった。4ぐらいじゃない？正解。正解だ。正解。バトルロ。何何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 何いけバトルロって何なんだよマジで。問題文出てこないから分かんないのよ。今まで6。いや、みんな押すの早くない？分かってないけど、たった今。あ、みんな押すの早ない？キノコのお、ね、お姫様はだよね。もう分からない。分からない。いやハイスコア分からず。ハイスコア分かんない。え、終わりなんだ。ここそ回数あるんだ。あ、これドローン全員遊びすぎた。それかみんなさ早くない。バトルロー一回も押せなかったんだけど。いや、もうそこまでしないと回答権が得られないかなと思って。やっぱ早押ししてる人ってすごいんだな。押したくなっちゃうんだよね。押したくなっちゃうのか。よし、行くぞ。押すなってよ。自分が悪い字っていう認識がまだできてないんだよね。だから、あの、一瞬、うんってなるんだよ。誰だっけ。あ、ワイかーってなる。アホな、ワイやったわーってなります。ワイやったわ。関西弁になっちゃいます。おぉ、ギーマー。賢い。まあでも、このマップにおいてはそんなに。悪いものではない。お、これは行ったか。下行って、1、2、3、あ、ちょうどぴったり。あ、行けんのか。行ける。なんだ、これまっすぐ行くんじゃない。ん？ん？お、あ、そっか。ウバワーデル。あ、でもこれもらえるだけだから、やれんならやった方がいいっすよね。まあ、マイナスにはならん。僕じゃないか。いや、多分みんな選んだ。あ、プラスにはなる。うん、確かに。多分誰でもいいっちゃいい。じゃあ。ここは。ごまかせ。あ、てごまかせあるのか、これ。頭にくるのか。取ってくるぞ。そっちか。そんな悪いことしてないやろ。おお。全額持ってかれる前に。うおー。あー、全額持ってかれた。全財産が。クッパ呼ぼう。呼ぶしかねえな。クッちゃん呼ぼう。クッちゃん呼ぼう、クッちゃん。あ、そっか、下。そっち行っちゃうの？ああ、回ってこなきゃいけないのか。そうか、そういうことか。あ、ちょっとだるみね、それ。ああ、どうしようかな。なかなか難しい。悩む。これって、なんだっけ。全部交換じゃないよね、多分ね。誰かから1個奪う。リコ取りボックスだから、誰かから1個奪う。あ、誰かは選べます。選べないんだ。あ、選べるんだ。選べるから、まあ、じゃあ何が欲しいか。ちょっとじゃあ、キーマンいただきます。すいません。キーマン。キーメン。二
多分ね、買い物買ってもちょっともうさっき30コイン使っちゃったからお金がないんで、ずっとぐるぐる回るけど、そうなんだよね。これをさ、ちょっとね、どうしようかなっていう。1,2,3,4,5 で、まあ、またアイテムに行くか、これ多分、右から回ってこないといけないんだもんね、多分ね。ちょっとそうなるね。結構。ちょっと今、血が騒いだけど、ちょっとダメか。ギャンブラーの血が。じゃあ行ってみようかな、せっかくだから。あげるよ。これまた、うつ伏せになるんでは。すみません。ああ、やばい。ありがとう、キング。キングの務めだ。しゃあ。あ、そしてアイテムなのか。はい、何でしょう。食べ物に好き嫌いがあるか。はい。持てるだけ1個しかねえんだけどな、今な。おお、なんかいいもんくれた。あざを。いいもんくれた。あざを。やれんな。好き嫌いマジでない人ってこの世にいるんだろうか。確かに。キラーでね。ここないわ、さすがに。あーあーこれ ね, これ ね, これね、何で打つんだっけ。 Z か、 Z で打つのか。 Z だね。コンバットで押しっぱなしで追尾のやつ。ああ、追尾キラーね。 Z を押しっぱ、はいはい。これむずいっすよね。これこれなんか前決着つかなかったんですよね、確かね。なんかうん、絶対最初勝つかったよいしょって言っていい。俺多分行き、あーおー、対戦ありがとうございます。おー、危ね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 、対戦ありがとうございました。痛い。だいぶ早かったぞ。集中して食らっちゃいました。危ない。あー、全然当たんない。あー、怖っ。なんかすげえ前からマリオさん来た。マリオさん、あー怖いよ。へぇ、追尾してくる。あー、それ当たるんかい。お、みんなあとライフ1ずつ。ほらやばいやばい。誰が生き残るんや。うお、怖い怖い。誰が勝ってんだ。ほらほら、あー危ない。ほら危ない。あー、タイマン。あと4秒しかない。マリオさんが、マリオさん、マリオさん行って。やっぱ最後2人になった難しい。これ2人になった時難しいな。むずいね。なんか流れ玉でね、当たること。あ、これでもあれなのか。そうそうそう。ゼロになっちゃうのか。みんなでもらえるわけじゃないんだな。悲しい。生き残ったのに。あー、お金がたまんねー。ぐえー。どうしようかなー。今回出すかな。そうですか。お、お、あ、これは、これはこっちから。あ、そうか、そっちから来るのか。一マス進む。確かに、ちょっと進んだ。ちょっと進む。ピューニングスターには大きく一歩。ああ、これ大きな一歩だから。これただの一マスに見えるけど、これ大きな一歩だから。なるほど。この一歩が大きな一歩。確かにな。感動小説みたいになってる。大事やな。あのドッスンって話しかけられるんだね。ぽいね。あ、まあ、たぶん、お金払って乗せてくれる的な感じ。ああ、なるほどね。欲しい。ないよ。誠に申し訳ございませんが。誠に遺憾である。政治家みたいなこと。でも、やってないな。ミニーゲームのドローが続いてて。誰もなんか、誰もお金貯まってないのよ。せめて誰か勝ってほしい。自分じゃなくても。戻ってもそんな嬉しくねえな、それ。ぐぬぬ。なんか戻ってもなーって感じするから、回ろ。おいえ。来ました。はい。やったー。やったー。おー。もしけりゃくれてやる。ケーキ、ケーキ、64番。あれ、マリオさん、血の気がする。今日は違うやつ。マリオさんの。あ、これか。ダンサーのやつか。えらいぴったり。わかりました。ぴったりのやつね。まあ、だってもう、運ゲーですからね、もう。これはもう7ですよね。7。もういきなり7ですよ、はい。よろしくお願いします。お、ちょっと強くない君。ちゃんと強いな。ちゃんと強いのやめてくんね、ほんと。ディーラーが強い。ゴリポン。おっと。え、引き分けだと勝ちではないの。引き分けは負けっす。あ、叩くのか。え、落ちろ。落ちろ、ハゲ。あー、強すぎる。は？強すぎる。は？一緒に叩いてみる。叩いてみるじゃねえよ。叩くわ。お前の頭ごと叩いてやろうか。あ、惜しい。あ、ケツが。
お尻がヒップドロップが。こんなん勝てなくない？ちょっと理由ちょっと。なんか普通に引き分けになったら18ポイント返ってきてほしいですか。あ、それは確かに。でも7ぴったりだった。7出されたらもう無理て。さすがにぴったりかありそうだ。一さんフィッシング。いやー、ミックスレスキーだ。出たー。これは、あ、一人の方があれか。連打か。連打。私俺は A さん連打です、ね。必死。Y は無理ですね。Y は料理だって一番遅い。AB、AB 候補ですね。あ、イカさんがじゃあ一番めんどくさいやつ。あの、なんかごちゃごちゃしたやつ。そう、あれ、俺なんか頭おかしくなってくるから。バグってきますよね、あれね。今どれを確かにあれはバグる。お、なんか早い。おー、あ、やべ、なんかちょっと遅くなった。やばいやばいやばい。お、あ、でもいい感じ、いい感じ。今いい勝負してる。ポンポンぐらいかな。いい勝負してる。お願いします。むずいやつ。おー、この世で一番むずいゲーム。うわー、むずい。この世で一番むずいゲーム。あ、アメンボ、アメンボむずい。アメンボの気持ちになりましょう、ここ。なんかめっちゃ慣れてきてる、めっちゃ慣れてきてる。やべ、成長が。あー、そっちだ。あ、いけー。頑張れ、頑張れ。ドンキー、頑張れ。むずい、かっこいい。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 やっぱ片手が、なんかハイウェイみたいな感じになってるもんだ。かっこいい。そう、ブリーチャーがつっかけてほしかったな。ああ、ファンキーだな、それ。ああ、そのファンキーな見れてなかった。必死すぎて。画面下向いてた。めちゃくちゃかっこよかったぞ、運転の仕方。あれ、見たかった。だいぶハイウェイだった。もう、この積み立てにさが。どうしよっかな。あれ増えるのかな。ちゃんと投資できてんから、あれ。どっちもハテナだね。どっちもキノピオ感。あ、どっち行ってもキノピオなんだよな。そうなんだよね。アイテムもらえるよ。こっち行くか。お勉強は好きか。はい。くれないとかあんの。勉強好きって言って、嘘つきって言われるの。嘘つきって言われるの。好きな人もいるだろうって。この世には。えい、そうか。なんかアイテムの種類が変わるのかなと思ったんだけど。じゃあこれいけるのよ。もらえないパターンあるのね。ね、まさかもらえないとは思わなかった。悲しいな。おめでとうございます。やったー。とりあえず やっとゲームが。じゃノイキャンされるはずなのに、めっちゃ普通に拍手しようとしてた。あっ、そう言えた。マリオさん。おっ、また線路の上。めちゃめちゃ近い。めちゃめちゃ近いよ。ぐるぐる。多いな。と、アイテム開けとこう。あー、大事。レベル。俺かい？おっと、自信満々じゃないか。俺かい？すいません、イニさん。大丈夫です。買った後なんで。ちょっと、なんで、あのマリオさん、あんな、自信満々だったのか。俺かい？やべ、検証になる。ゲーありがとうございます。さあ、これで取り行くぞ。いや、買った後でよかった、ほんとに。よいしょ。あ、あー、なるほど。あ、やってしまいましたね。これはやってしまいましたね。はあ、スターから遠ざかってしまった。難しいな、これ。これがあるから結構難しい。それはマップ的に難しい。そろそろミニゲームに勝ちたい。あ、戻った。あー、ちょっとでもさっき連打したからもうやめてよ。で、疲れて。これか。あ、潜ってあれか、障害物避けるやつか。そう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 、自分悪いじゃんって。そうです。よっしー、見ちゃう。ちょっと、もう無理かも。もう最初がダメだと思う。もう無理でした。え、なんか早くない。あー、いやー、元気いいな、おい。あー、ダメだ、今の。
いや、生き残ってない、誰も生き残ってない。長い足に当たりそう、なんか爆弾が。つま先とかに。逃げて当たる。良すぎる。よっしゃー。勝ち勝ち。うまい。いや、やっぱスタイルいいな。やっぱ水泳得意そうだもん。確かに。ちょっとそれはそう。焼けてるもんね、肌。心なしか焼けてる。ああ。サーファーだったか。波乗り得意そう。湘南の湘南にクリアしてる多分。十。かっこよすぎる。これは。六。赤。赤。赤。青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 で。隠しブロック引こう。あ、そうだ、確かに青マスしか出てこないから、隠しブロック。ライラさんって隠しブロック。いや、確かに。率がすごい、マジで。率がね、マジで一回も引いてないんだよな。俺も出たんだよ。引いてみたい。あ、チャンスマス引けますね。お、チャンスタイム。バトルもいける。あ、バトル。ライラさん的な。バトルしてほしい。あ、確かにな。まあ、バトルですね。賭け金が少ないときは、いや賭け金いくらあってもバトルが好きです。血筋がぶらすぎる。戦いがマリオさん、マリオさんどう、血筋がなんかあれ、そういう説法のもとに生まれてきた。ずっと戦おうとしてサイヤ人なんで、サイヤ人なので。まあでもなんかやべえな、このね金額を見ると俺もやってもらえると助かるね。うん、我々は得しないです。右側の2人があんま得しないです。そう、得しないんですけどね。それしゃあないんですけど。あ、例えば、あ、そうか。開けた時のやつを見てないな。これでバトルだったらちょっとどうしようかと思って。ああ、惜しい。惜しかった。惜しいだね。じゃあ、開けない。あ、でも、イカさん的にはここ回りたいですもんね。まあ、ね、チャンス行ってもいいけど、なんか。スター取れるとは限らんしな。多分コイン上げる未来の方が、それもあるからね。私の方があるっていう。ふえ。よし。でワンチャン戻ろうかな。まあありっちゃありだよね。ドッスン。そうそうそう。ドッスンに私。いけんのかな。いけんのかな。左行っちゃいそうだ。あ、左行っちゃうのか。あ、選べんじゃない。お、いいじゃん。お話しようぜ。お、だったらコイン出せ、出したら。よろしい。よろしい。え、タイミングよく？ああ、うん、そういうのがあるんだ。そういうのあるんだ。ああ、こういうことね。はい。なんでやねん。な、何やねん、あいつ。普通にミスった。え、あいつ何？引っ張った方か？なんかフェイントがあった。フェイントがあった。待てよ、待てよ。これ、ね、下から行くと、こう行けるわけか。あ、で、バッタンが、寝返り。寝返り打ってくれる。まあ、ちょっともう、ここまで来たら、もう行きますか、じゃあ。ああ。やっぱね、ちょっと息苦しそうだったからさ。仰向けにしてあげないと。仰向けにしてあげないと。ぐるぐる歯車。ぐるぐる歯車。全然覚えてない。王家の遊びが。あ、王家の遊びが。これか。王家の遊びがゴリラに渡った。姫いなかった、そういえば。ゴリラとゴリラ。で、私はなんだこれ。右左やるだけか。あ、右左だけで。なるほど。ありました。ありました。ゴリラご乱心。さあ、貢ぎ物をよこせ。貢ぎ物をよこせ、ゴリラご乱心。貢ぎ物をよこしな。心がいいな。ジャングルでの遊びですね。貢ぎ物をよこせ。バナナを献上するのだ。よっしゃ。あかん。よっしゃ。よいしょ。これが本当のマリオバーサスドンキ。マリオバーサスドンキ。危ない。マリドンキ。よいしょ。元気強い。いや、来ました。マリオバーサスドンキ勝ちました。伝統の一戦だったっすね。かったな。伝統の一戦。巨人対阪神みたいな言い方されたな。伝統の一戦。伝統の一戦だ。歴史が違いますからね。確かに。あー、そっか。そっかー。4だと、あ、そうか、変えないのか。マニーが。そんなら、あえて、スキっちゃって。あ、逆に。なら、さらば。なら。狙わしごい。ってなって、で、
ハプニング踏む。ええって感じ。